こんにちは、0194チャンネルです。昨日21日日曜日ね、パンクラス、フライ級タイトルマッチありましたね。我らが爆弾娘シゲタホノカ死んじゃいました。やっぱね、まず試合を振り返ると、まず年齢がね、杉山静香選手が37歳、シゲタホノカ20歳ということでね、まあ、倍ぐらい離れてるわけですよ。それでね、ただチャンピオンはシゲタホノカ、実力でもぎ取ったチャンピオンベルト。まず防衛戦の相手が杉山静香っていうところで、やっぱうちの爆弾娘持ってるなと思いましたね。なかなか杉山静香とできないと思うんですよね。それを自ら、チャンスをもぎ取った重田ほのか、僕はねそこをまず認めてあげたいなと思いますね。試合はねいいんですよ、本人が一番分かってると思うんで。ただその試合にたどり着けたっていう、だってまだ4戦ぐらいしかしてないでしょ、ほのかちゃんだってね、まあ、そこがやっぱ持ってる子だなと思いましたね。でまあ試合の内容とすると、1ラウンド2分40秒ぐらいなのかな、チョークスリーパーみたいな、忍者チョークっていうの、あれで仕留められましたけど、俺ねマジで、あ死んだと思いましたね。ほのかちゃん死んだなと思ってね。でも派手に負けてくれたなと思いましたね。まあほのかちゃんらしいといえばね、らしいのかな、もう死ぬ気で行ってね、まあ結果はねその時その時で違うんでね、まあ、今回はたまたま相手が杉山静香っていうことでね、失神させられましたけど、俺マジあこいつ死んだと思って、でもまあ這い上がってくれるでしょう。まあ本人もね、まあ、さっきちょっと LINE でやり取りしたんですけど、やってやるぞという意気込みの LINE 来ましたんでね、埼玉スーパーアリーナ早く連れてってくれよほのかちゃん。まあ来年かな、うん、僕とほのかちゃんの間でね埼玉スーパーアリーナ連れていくっていう約束してますんでね、いつか成し遂げてくれるんじゃないかなと思います。まあでもよくやったなと思いますね。うん、あの知名度があって、あの実力があって、まあそうそう勝てないでしょ、うん、だから入場した時からね、やっぱちょっと杉山静香のオーラすげえなと思って、うん、ちょっとほのかちゃんちょっと飲まれてたかな、いつものね気迫あふれるほのかちゃんがちょっと入場の時からねちょっと弱気になってんのかななんてちょっと俺思ってたんですけど、うん、なんかちょっと飲まれたなって感じありましたね、うん、まあそりゃそうだよ。でもねすごい、もうこれ間違いなくプラスになると思うんでね、ほのかちゃんの、うん、これからね、まあ彼女ちょっと休んでまたすぐ練習入っていくと思うんですけど、まあこれまた化けますよ、うん、この時期でああいう相手とねできたっていうのはすごい、うん、ほのかちゃん持ってるなと思いますね。どんどん多分強くなっていくと思うんでね、まあいい試合、結果的にね、まあ勝負はね勝敗はあるんですけど、まあ一敗ぐらいしとけよって、うん、まあ相手が杉山静香だから、うん、価値ある一敗ですよ。うん、でもね本人は悔しいと思うんでね、この悔しさ必ず力に変えてもらって、また練習励んでもらいたいなと思います。まあ残念だけどね、うん、まあ次頑張りましょう。ほのかちゃんお疲れ様でした。少しね休んでもらって生き返ってもらってねまた練習見に行きますんで、お疲れ様でした。それでは
you